どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ウクレレに関するガズのウクレレに関するお知らせを2つお知らせさせてください。まず1個目なんですけど、はい、こちらです。はい、ご案内させていただいております、ガズの初めてウクレレなんですけど、大好評いただいておりまして完売になりました。ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえですね、もう次回の入荷決まってます。で、なんとかクリスマスに、クリスマス時期に間に合うようにまたご案内できると思いますので、ガズの初めてウクレレ気になってたのに売り切れちゃったのっていう方、ご安心ください。もうすぐまたご案内できますので、よろしくお願いします。そしてガズレレといえば、やっぱりいつもガズがメインで使っているガズレレと G ラボのフラッグシップモデル、ガズのわがままウクレレ、こっちがやっぱりもうメインコンテンツでございます。このウクレレはね、もう腕利きのウクレレ職人、ウクレレビルダーのモジャ川上氏が日本からベトナムに移住して、もう自社工場で一本ずつ手作り、オールハンドメイド、オール単板でね、もうこだわりまくって作ってる。それをさ、なるべくリーズナブルにというコンセプトでやってて、こっちは本当にとろけるような甘いサウンドなんですけど、このガズのわがままウクレレの事前の予約注文が、再開されることになりました。11月24日。2020年11月24日の正午に、事前予約注文、受けたまらせていただきたいと思います。皆さんお待たせしております。そして今現在、このガズのわがままウクレレご注文いただいてお待ちになってくださっている方もすごくいらっしゃってくださっています。ありがとうございます。今ベトナムでは順調に一本一本手作りで心を込めて生み出しておりますので、もうちょっとお待ちください。はい、そういうわけで、その次のちょっとね、お届けは一応、明日公開されるホームページで最終確認していただきたいんですけど、来年の4月ぐらいのメドにお届けになると思うんですけど、今回、また募集すること一応おさらいしますと、ウクレレはコンサートサイズと、ソプラノサイズの2種類の大きさをお選びいただけます。それとあとはピックアップがついている、ここにブスッと刺すピックアップ、マイクがついているか、こっちみたいにピックアップがついていないか、これはストラップピンなんでね、これはピックアップがついているか、このような選べたりとかします。あとは、フレットの長さ、ソロウクレレでこう結構こちらのハイポジションまで使うよということとか、そんなことで、フレットの長さがね、ソプラノだと12フレット、15フレット、7フレットで選べます。そしてこの7フレットっていうのは、これいつもたまに使ってるこれですよ。こっちはほんとコード弾きだけでね、楽しむ人には、これが逆に、ここにフレットがないんですごくね、滑りやすくていいよ、みたいなことで、まあ一個これ面白いしね、こういうのも選べたりします。そして、コンサートサイズですと、フレットの数が12フレットか16フレットで選べるようになっています。そういうふうにセレクションできるのが、ポイントなんですけど、あとこの、これがスタンダードラインですね。はい。そしてね、セミオーダーウクレレも、募集しています。セミオーダーはね、木材を選べたり、いろんなところ細かく自分で選べるようになってて、しかも今回からこのカラーオーダー、こんなような色も、こういう色もね、選べるようになってますよ。こっちの方、まさに世界で一本のもう、オリジナルモデルが作れる。このグリーンとかね、こんな色も選べます。これはサルスベリという木を選んでくれた方の限定になるんですけど、こういうカラーバリエーションが選べたりとか、いうのがあります。そして今回ね、さらに素晴らしいお知らせがありまして、左利き用のレフティーモデル、予約、注文を受け付けられるようになりました。このレフティーモデルは、すべてのモデル、受け付けられます。スタンダードモデルもセミオーダーモデルも OK で、コンサートでもソプラノでも OK で、このピックアップありなしとかフレットの数も同じようにレフティーで選べるようになります。左利きなんだよな、私買えないなというふうに、ガズレレのところにものすごくね、こう、お問い合わせいただいてて、やっと今回、の募集から、左利き用モデルがこう、販売されるということになりまして、お待たせいたしました。やっとです、左利き用、左利きサウスポーの方、ちょっとまたこれ、ぜひチェックの方よろしくお願いします。じゃあ確認しましょう。2020年の11月24日のお昼12時ちょうどにガズレレ公式ホームページにてお申し込みいただけるようになりますので、明日お昼ぜひともガズレレホームページでチェックしてみてください。そして重ねてご案内になりますけれども、さっきご案内したガズの初めてウクレレのリーズナブルでみんなにちょっと弾きやすい初めての一本にどうぞというこのウクレレなんですけど、クリスマスまでには皆さんにご案内できると思いますので、もう少々こちらもお待ちくださいませ。というわけで、ガズレレと G ラボがリリースするウクレレのシリーズもちょっといろいろ活気づいてきております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。今回はね、お知らせ動画になりました。皆さん楽しく音楽、自分の手でこう生み出す音楽をエンジョイしていきましょう。よろしくお願いします。それでは明日11月24日の正午、ガズレレホームページ、チェックよろしくお願いします。さようなら。